はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。覇王龍です。さあ本日なんですが、新しいねキャラクター覇王10体が実装になりましたんで、ついにねイービルヒーローを使っていきましょう。イービルヒーローを1個言っておきます。時代に合ってない時代に合ってない、まあ、デッキ名見ていただいてもね、分かる通り昭和ビートダウンっていう名前をつけてるんですけども、ね合ってないんだよね、環境というか、まあ時代に。なんでかっていうと、イービルヒーローってさ、強いモンスターが、まあ強い融合モンスターかが1体いて、マリシャス・ベインっていうやつね、マリシャス・ベインってやつとアドアスター・ゴールドってやつがいるんですけど、その2体が全く実装されてない、まあ、いわゆる歯抜け実装でございまして、やっぱりね、今やること、イーヴィルヒーローでできることといえば、マリシャスエッジでビートダウンするか、まあ、たまに、マリシャスデビル出すかくらいしかないですよ。これなかなかきついんですけどね、なかなかきついんですけども、今日はこのマリシャスエッジビートダウン、これ貫通能力持ってるんですけども、こいつでビートダウンするっていう、マジで昭和のデッキを作ってきました。スキルだけねちょっと、ね、強くて、シニスターコーリングっていうんだけど、シニスターコーリング、これね、これが一番なんかそのイービルヒーローを活躍させることはできそうなんだけど、縛りめっちゃきついの。これもうテキストクソ長いからさ、読む気なくすんだけど、一応説明すると、手札のイービルヒーローモンスター1体を捨てると、ダークフュージョンかダークコーリングを手札に加える。これアダスタゴールドと一緒ですね。アダスタゴールドっていうモンスターがいるんだけど、そいつの効果か、もしくはデッキ外から、イービルヒーローのシニサーネクロムを1体墓地に置くよっていう。シネサネクロムっていうのはこいつで、こいつ墓地からこいつ除外するとですね、イービルヒーローモンスターを一体特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんですよ。だからシネサネクロムを墓地に置くことができるんで、簡単にねマリシャスエッジとか、まあイービルヒーローってこいつから出てくるのイービルヒーローしかないから、マリシャスエッジからしかないんだけど、強いやつが、まあ、こいつを出してこれるということですね。でシニスターネクロムを置くことは、スキル的には一度しか置けないと、墓地にデュエル中に一度しか置けないと。で、このスキルは一応、まあ、デュエル中に2回まで使用できるんだけど、条件があって3つ、この3つの条件をクリアしないと、ダメなんですよ。デッキにイーヴィルヒーローモンスターとダークフュージョンとダークコーリング、どれかが10枚以上存在しているデッキ。縛りめっちゃきついのよこれ。で、デッキにイーヴィルヒーロー と、エレメンタルヒーロー以外のモンスターが存在しない、例えばアレスターとか、まあ、クリボールとか、ああいうのは入れちゃいけないと。で、エクストラデッキには融合モンスター以外のモンスターは存在しない、つまりエクシーズモンスターとかシンクロモンスターとかは入れちゃいけないよっていうことなんですよね。これめちゃくちゃ辛いんだよ、この縛りが、まあ、だけど一応手札1枚からシニサーネクロムでエッジ展開できるんで、まあ、一番イービルヒーローを活躍できるスキルかなと僕は思っています。覇王の評価の動画はまたちょっと別途出すとして、今日は、こっちのマリシャスエッジビートをね、やっていくんだけど、マリシャスエッジがまずそもそもどういうモンスターなのかっていうと、相手のフィールド上にモンスターが存在する場合、このカードはモンスター1体をリリースしてアドバンス召喚ができるよっていうことで、ミカドとかと相性が良かったりしますね。昔はなんかミカドマリシャスエッジみたいなデッキはあったけど、で、このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合貫通しますと、これだけです。これだけなんですよ。でも、これが一番強いの。正直。イービルヒーローのそのメインデッキに入るモンスターだったら、今の現状リンクスだとね。だから、もうこいつでビートダウンするしかやることないんですよ。だから頑張って、イービルヒーローマリシャスエッジ出してマスクチェンジして、まあ、ダイアンしたりとか、あと何このヘルゲイナーからダイアン出したりとかして、でエアーマンでなんとか頑張っていくみたいな。マスクチェンジと、あとクモツと狡猾で相手のモンスター処理して頑張っていくみたいな。今年しかね、やることがなかった。またね、ちょっとマリシャスデビルの方はちょっと別の活躍方法があるんで、そっちはそっちで楽しみにしといてもらって、今日はこの昭和ビートダウンデッキをね使ってなんとか頑張ってきたんで、動画ご覧ください。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、その挑戦受けて立つと、その挑戦、悪に勝つには悪に染まるしかない。これは蜘蛛でワンキルだ。このデッキ何が強いってさ、皆さん、イービルヒーローのカードパワーが低すぎて、クモツとか積んでワンキルするしか勝ち筋がねえっていうのがやばいところだぜ、このデッキの。なこのまとまついだろ。
追悼デッキやっぱ多いですね。追悼デッキ、いわゆる新制限になるんですけど、8月のいつだ10日ぐらいだっけから、新制限前に、なんか使い倒してとりあえずキングになってきてみたいな、志の低い輩がめちゃくちゃ多いんで、未来は見ないみたいな、元カノにめっちゃ執着してるみたいな、やつらがめちゃくちゃ多いんで、とりあえずここから多分おそらくですけど、エクサビットからのライノセバスっていうパターンはめちゃくちゃあると思います多分で、その後にガガヘッド出されるみたいな、ほらね、言ったでしょ、めちゃくちゃ、オノマトしかおらん、オノマトしかおらん、マジでこのゲーム、いやー本当にね、この期間が一番嫌いですね僕。追悼デッキをバカにしようじゃないですよ、追悼デッキを使ってる人をバカにしようじゃないですけど、このシステムがいけない、この使えるシステムがね、新制限用ランクマッチみたいなの作れあーなるほどな、一旦とりあえずさ、ちょっと君どっか行ってくれる、一旦どっか行ってくれる、もうこれでも人格でワンキルすっからよ、俺ここで人格でワンキルすっからよ。で、ですね、マリシャスエッジしてまして、マリシャスエッジ出しまして、スキル発動。心の闇こそが必要な力だ。マリシャスエッジを墓地に、特定のカードを墓地に置く。そして墓地よりシニスターネクロムをゲームから除外。シニスターネクロムを墓地から除外し、効果発動。デッキからイービルヒーロー、マリシャスエッジを特殊召喚。イービルヒーロー。マリシャスエッジ、そして妖怪風男を召喚する、妖怪風男を召喚、エアーマンの効果、フィールド上のヒーローモンスターの数まで相手のフィールド上のカードを1枚選んで破壊できる、ハンマーシュやべえかだっけな、カードを1枚セット、バトルフェイズ、さあその1枚はなんだ、月の書かサイクロンか、ちょっと抜く方を間違えたからこれでいいだろう、行けヤーマン、さあどうする、なんだその伏せカードは、波紋のバリアはウェーブフォースでもつかないと死ぬぞ、行けモンスターでダイレクトアタック、さあどうする、使うのか使わないのかどうだ、はっはーマスクチェンジ発動、バカめ、マリシャスエッジを墓地に送り、地属性のヒーローモンスターを特殊召喚、マリシャスエッジは出てきてすぐに退場するだけだ、これが最強のイーブルヒーローデッキ、おっとオブちゃんじゃないですかなかなか熱いこれ対面ですね、魔王10代はアニメの時はオブライエンにね目を覚まさせてもらったんでね、今度は俺様が目を覚まさせてやろう、現れろイービルヒーローマリシャスエッジ、本物を見せてやるよ、ヘルゲイナーを召喚、カードを1枚セット、ターンを終了、さあどうする、このタイミングめちゃくちゃいいですね、1回目はねオブライエンさんうっうわーって言ったら逃げ惑いまして、覇王にビビりまして逃げちゃったんですけど、ちゃんとオリハルコのマーガ持っても帰ってきたんでね、何ネオスフュージョン、はもしかしてこれあれか、オブライエンが新たに手にしたと言われているネオ、なんだ、ファイヤーリロードネオスか、これもしかしてその伏せカードは天罰とか摂理とかいいんだ、切断かだったらうぜえな、やべえ、ちょっとマリシャスエッジの打点コーネやめろ、すぐにマリシャスエッジの打点コーネやめろ、ボルカニックパレットいいだろ、なんで1枚でそんなカード出せんで2700とか言うのさ、おいこっちお前めちゃくちゃガッツリ縛ったお前クソみてえな縛りの中であれしてんだぞ、エッジ出してんだぞ魂で、高画面落とし穴の効果発動、これがイーブルヒーロー界最強のカード、高画面落とし穴、これによってお前のモンスターは2体破壊されるはずだったがネオツフュージョンに耐えたな、許さないお前ふざけんなよ、ふざけんなよっていう話よね、本当にふざけんなよって話、マリシャスエッジ、なるほどマリシャスエッジ、なるほどマリシャスエッジあるのか、コーリング持ってきて出すしかねえよな、今コーリングするしかねえんだけど、シニスターコーリングの効果を発動、イービルヒーロー
これ出せるからアドバンテージ召喚できるし、こっちこっちですかね。これはアドバンテージ召喚できるから、ベルゲイナー墓地を送る2回攻撃取られるもの多分な、行くしかねえ。これは特定のガードを置いてない手札に加える、ダークコーリングを手札に加える。そして俺は手札より魔法カードダークコーリング発動、墓地のマリシャスエッジ2体をゲームから除外し融合召喚、現れろ最強のヒーローマリシャスデビル。そしてヘルゲイナーの効果でマリシャスデビルを2回攻撃できるようにしていく。選択した悪魔族モンスターはこのターン2回攻撃が可能。何クソやるじゃねえか。ってことはあれ大したもないな、あれあの伏せカード1枚。バトルフェイス行け、マリシャスデビルの攻撃ターンを終了する。今通ったんだけど、謎に通ったんだけど、謎に通ったんだが、通ったんだが、やべシャックできた。ボルカニックバレット、さあ1枚伏せ追加。ボルカニックバレット、バレットでファイヤーリロード外するか、ファイヤーリロード来た、ファイヤーリロードで2枚戻して、なるほど。あ、強えなそれ、あそれ強えな、おそれ強えな、ふざけんな、強すぎるだろそれ。ザこの絶対取んないじゃん攻撃、絶対取んないじゃん、マジいらねえこれ、マジでいらねえ、マジでいらねえよこれ。カードをセット、バトルフェイス、バトルだ、これでお前のワンチャン通る、ワンチャン通るですよねですよね。エアーマンがあればワンチャン抜けれる、抜けるんで、まあなんとかなるでしょう。やばいやばい、ちょっと回線がレンタルワイマックスの回線がゴミ、デュエルリンクスもまともにできん、助けてもう危ねえ、ドロー、回線弱者の気持ち分かった俺最近。もうさマジでまだ俺ちなみに自宅に回線引きてないですか。いややばい、あれさやばい、あでもそれ融合これ発動できるってことなくね、枠なくね、よし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 、マスクしてきた。このタイミングでヘルゲイナーが戻ってくる、ヘルゲイナーの効果、除外ゾーンからヘルゲイナーの、何こんなにヘルゲイナーに神の筋で当ててくる、当てすぎだろこいつ。では俺はフィールド上のマリシャスデビルをリリースし、現れろマリシャスエッジ、ふんさあどうする、バージェストかなでよ、リバースカードオープン、トラップ発動、あセーフだよあれ勝ったんじゃねこれ結局これマリシャス、これマジでマスクチェンジペイトだからさ、イーヴィルヒーローである必要ゼロなんだよね。バトル行けマスクヒーローダイヤ、イーヴィルヒーローどこ行ったんだよ、マジでイーヴィルヒーローである必要は全くない。マリシャスペイよこせ、俺の本当の力を見せて。さあお相手の方、脅威の気候性、あっ邪魔だ、どういう気候性、人あ、ワイゼル追加するやつか、あなるほどな、はいはい、あ、あれか、エンオーワイゼルみたいなやつに採用されてるやつだ。シニスターコーリングの効果を発動、イーヴィルヒーローマリシャスエッジを墓地に送り、デッキから特定のカードを墓地に送り、そしてシニスターネクロムをこのゲームから除外し、シニスターネクロムを墓地から除外、現れろイーヴィルヒーローマリシャスエッジ、カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードをセット、ターン終了、見せてみろ俺のターン、お前の力、これマジでマジでさ、マリシャスエッジである必要ある、これだってマスクするだけなんだぜ、これ地属性が何でもいいんだけど、本当になんかシンプルにソリッドエアしてた方が強いもん、何これ本当に意味わかんないもんこれ、いでよモンスター、モンスター効果発動、ローライよでさ、なんかさ、なにこいつ、知らんモンスター出してくんのモンスターを特殊召喚、ああなるほどな、ああなるほど、 SD ロボが出せるのね、はい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 、 OK、 でお前誰やねん、マジ誰やねんモンスターやめろ、このカード何これ、え、ああ何これ、あレベル合わせられるの、へえなるほど、
選択者モンスターのレベル対象8です。へぇー。88? は誰やお前、お前誰やねん、お前誰や、モンスター効果発動、ガラクターアイズ、ファットドラゴン、マジ誰やねんお前、マジで、マジで誰、4000やばい、タッチよ、4000強、行け、モンスターで攻撃、これはこれは、クモツしていいやつですか、クモちゃん死にますよ俺、私これクモちゃんいけないですね、クモツする、クモる、リバースカードってくる、速攻モンスター効果発動、ガラクターアイズ、ファットドラゴン、効果何、え、こうは何？いでよ！モンスターを特殊召喚。SD6と乱ついたモンスター1体選んで、そのカードの下に重なってエクシスタイズということで、強っ！やべやべやべ！シュ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 ！やべやべ！なんだよそれ！やべ！ちょっと、やばい、マジで、テキスト読めない。テキスト読めない系人類になってる、やばい。でもこれ3000趣味に置いてくるんですよ。いやでも、クモ使っちゃったな、これ。3000打点超えらんないぞ。やばい、これマリシャス、デビル以外、この3000打点超えるしかないんだけど。やばすぎる、なんや、なんだこれ、なんだこの、なんだこのデッキ、モンスターを召喚、キャラクターアイスとかいう、よくわからんモンスター出してくるんだ、ゴールドガジェット、やばい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 、シルバーガジェット、やばい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 、やばい、え、何これ、なんか強かったんだけど、何これ、待って、これ鉄塔らしいでしょ、やばいわ、モンスター効果発動、いやガチで誰、モンスター効果発動、いやほんとお前誰やねんすよ、強っ強っこいつ、いや1個言わして、お前誰やねん。